はい、皆さんこんにちは、シンコロです。あのね、よく聞かれる質問で、シンコロさんは駄菓子とか食べないんですかってね、聞かれるんですよ。まあ結構料理とかするんでね、なんか駄菓子とか食べないんじゃないのとか思われてる節もあるんですけど、全然そんなことなくて、あのね、すっごい好きです。ポテトチップスとかね、もう好きすぎてダメなんです。だからね、こうスーパーに行ってポテトチップス売り場でね、ね、好きだから食べ過ぎると、でもほらね、よく体に良くないでしょ。だからこう見てね、10分ぐらいね、どうしようかなって悩みながらね、こう買わなかったりとかね、それぐらい好きなんです。ってことで、今日はちょっとまあアメリカの駄菓子とかを紹介したいと思います。で、今日用意したのはこちら、ポップチップス。これ何かっていうとですね、なんだろうこれ、しおちゃん、カリカリだ、カリカリ、要するに、カリカリ、開けてみる？開けてみよう、カリカリ。これまあポテトでできてるんですけど、ポップしてあるんですね、揚げてんじゃなくて。だからポテトチップスよりはカロリーが抑えられてると。オールナチュラル、オリジナルポテト、そう、フライ揚げてないよっていう、焼いたわけでもないよって、なんか高圧でポップってやったでしょ、きっとね。高圧でポクってやったって意味がわかんないけど、オールナチュラル、このね、ニューティリションファクツって、これ栄養の、まあ、表示なんですけれども、アメリカのね、このしゅうちゃん何やってんの、そこで、シスコ何やってんの。アメリカのね、この栄養表示はね、すごくわかりやすいんですよ、何気に。ちょっと解説しましょう。サービングサイズ1オンス 28g ね、about 23チップスって書いてあるでしょ。これつまりサービングサイズっていうのは、まあこの 28g、 23枚ぐらい食べたとしてのカロリーの、いや栄養素のことを書いてあるんですね。どうした、ティーコン見る、ティーコン見る、で、その23枚ぐらい食べるとカロリーが120キロカロリーあって、で脂肪からのカロリーはそのうち35で、でトータルファット、まあ、4g の脂肪分で、まあ、1日に推奨される量の 6% に相当しますと。その脂肪分のうち飽和脂肪酸だとかトランスファット、そういうものが入ってないとかね、そう内訳が書いてあったりするわけですよ。で、もう一個忘れた、ここにサービングサイズ、サービングスパーコンテナー3ってあるじゃないですか。これどういう意味かっていうと、このね、あの要するに23枚食べたらその3食分あるってことですね。 23×3 で69枚ぐらい入ってますよってことです。で、まあ、それあのこの1袋食べたら、要するにこの栄養素の3倍、まあ、摂取することになるということです。非常に分かりやすい。ポップチップス開ける、開けようよ、カリカリ開けるよ、開けます、開けるよ、おいで、カリカリ、うわっ、よいしょ、お、こんなの、見る、ほら、ポップチップス。ちょっとティーちゃんには、ティーちゃん肉食獣だからね、ティーちゃん絶対的肉食獣だから、これはダメでしょ。でちょっと1枚出してみよう。おわー、かわいい、いただきます。あのね、これいろんなフレーバーがあるんですけど、これただの薄塩味、薄塩、で、ポテトチップスよりもやっぱりさっぱりしてます。でもね、お芋の味がね、結構いい感じでね、美味しいんですよ、これ。ちょっと見ない？こう、すごく乾いた感じです。口の中の水分が奪われるほどではないんですけど、結構カリカリっとしてます。どうしようじゃん、ポップチップス。あとね、確かね、チーズ、チェダー味とかバーベキューとか、なんかソルト&ビネガーとか、そんな味もあったと思います。僕はこの何も、もうシンプルな塩味が一番好きです。あ、そうそう、あとオールナチュラルって書いてあって、防腐剤だとか、人工的なその香料だとか色だとか、そういうものは一切使ってないと書いてあります。アメリカだとね、結構どこでも売ってます。
最初はそのなんかナチュラル系のスーパーマーケットで見つけたんだけど、うん、もう今ではもう本当どこにでも置いてあるポップチップス。なかなかうまい。まあ五つ星で言ったら、4.5 かな。結構好きなんで 4.5 あげます。これね、やばいね、止まらなくなるね。関係ないけど踊りたくなってくるんだね、これ食べると。僕のね、ちょっと好きなね、コレオグラファーがね、これを食べてね、で、ね、踊り出すんです。まあね、すごいかっこいいの。そんなことどうでもいいんですけど。ということでした。じゃあね、僕は消えます。はい。シャキン